はもうディフェンダーだから、もう大久保選手に仕事をさせない。あ、もうあそっち系ですか。そっち系だね。そっち系ですか。うん、あの大会を見に行きながら勉強してた時にネルソンもいて、俺もいて、中学生も高校生も小学生もみんな一緒くたんで練習をしてた。我々と同じぐらいの年代だったら、はい、うちのクラブ入ってたよね絶対ね。はい、皆さんこんにちは、大久保嘉人です。ハクツルプレゼンツ、大久保嘉人と大人磨き、今日も始まりました。前回はですね、ちょっと初めてということで、まあ、少しねちょっと緊張した部分もありましたけど、今日はゲストがこの方なので非常にリラックスできそうです。それでは紹介したいと思います。この方です。どうも、どうも、よろしくお願いします。ござぶたさすがですね。よろしくお願いします。どうもどうも。おお、いい音だね。いい音だね。ちょっと入れますね。あ、悪いね。大体あのね、大久保さんと飲むの初めてだよね。いや、初めてですね。手酌？俺がつむよ。ありがとうございます。ねえ、こんなもん。はい、ありがとうございます。いや、美味しそう。じゃあ、よっしゃ、よろしく。はい、お願いします。ダメなんだよ、ここ見せなきゃ。お願いします、うん、ナイス。これはですね、くつる天空山田錦。山田錦、はい、山田錦はもう有名ですよね。もう神戸のね、あの辺でもうお米がね、山田錦の、もうお酒好きですからね。いただきます。うわぁ、美味しい。口当たり純米大吟醸。これどうですか、これ日本酒の中では。これはいけちゃうんじゃない。いけちゃいます。クイ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 解説と一緒っすね。そう、いけちゃうんじゃない。いけちゃうね。きたね、染みてきたね。あ、染みますよね。うん、すぐこうなんか なんていうんですか、あまり僕日本酒で飲むことなかったんですけど、いや最近ちょっと飲めるようになったんですよ。日本酒はね、それの美味しさが分かって、この大吟醸っていうのはなかなかね、その高価なもんだから、あんまりこう飲む機会が僕の場合は少ないんだけどもね。あ、そうね。ちゃんとこうお米をこう磨きをかけてるから、だからもう本当に綺麗なお米になって、そこからお酒が作られてるから、やっぱりすごくね味わい深いんだよね、うん、やっぱさすが知ってます。いや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 、もう一口飲んだら止まんないよで、ちょっといろいろと、うん、その僕聞いてみたいんですけど、選手の時、選手ってあの時プロってなかったでしょ。ないないね。これなんでプロなかったのにサッカーやろうって。あのね、はあ、プロはないんだけど、はあ、日本で初めてそのサッカーにおいてプロを作ろうじゃないと、あ、プロのクラブを作ろうじゃないかと、はいはいはい、で動いたのが当時の読売クラブという、まあ、今でいう、まあ、ヴェルディ川崎から今東京に移ったけども、はい、その本当にもう前身である読売クラブというチームがあった、うん、ありましたね。そのチームが結局プロを目指したクラブチーム、はい、ヨーロッパ型のクラブチームを作りましょうってできたのが読売クラブ。あ、そうなんですね。じゃあやっぱり行こうよってことになって、当時は読売ランドの、あの、まあ、だから大久保選手が小さい頃に全国大会っていうとね、読売ランドに、あのグランドのもう元々のそのクラブチームが読売クラブで、でそこにグランドが当時芝生のグランドが4面あった。あ、そんなあったんですか。一番最初ね、4面あって、その芝生のグランドを使いながら、当時は大学のサッカー部にいた人たちが卒業して就職の場として読売クラブに入ってきて、で読売クラブっていうのはその当時はプロがないんで、読売クラブというところでコーチをしながら読売ランドのその従業員、はいはいはい、要するにそこから給料をもらうという形でプロのもう第一歩
ていうところが読売クラブ、すごいやっぱ大変だったんですか。いやもうあの最初の頃の選手はとても大変だったと思うし、しかもいい選手がたくさんいた、そういった選手たちがいた頃にその早くプロリーグとかできてたら本当に素晴らしい選手がいっぱいいたんだけども、まあ、残念ながらリーグとして出来上がる、まあ、選手たちがあの個人的なプロに なるまでにはやっぱり時間がかかった。だからそこが第一歩だということで、まあ、要はプロの組織を作るというそのクラブに入ったのが最初。でもそれがあったからこそ今のこう J リーグがこうできたって感じですよね。そうなんだけどね、ただやっぱりそこ行くまでにはね相当やっぱり長い道のりで ね、最初はやっぱりこうプロっていうと特別視っていうか、うん、されてたから、はい、それ以外はもう社会人のチームだからやっぱりなかなかねその認めてもらえない部分がいっぱいあったから、そうです、ね、逆に僕らのその一つ力になったのは、はい、勝たなきゃダメだと、強くなんなきゃ評価してもらえないっていうので、でもそれを見に来るサポーターもいるんですか、いたんですか。当時はねほんの少しだけどね、あでもいたんですね、やっぱ応援してくれる人がいた。で僕はだから小学校から中学校に入る頃にその読売クラブができて、そこに会員として入っていくんだけども、その時に活躍してたトップチームっていうのはあの大学のサッカー部を卒業した人たちがチームを組んでた。ああそういうことか。だからプロじゃないんだけどもトップのチームがあって、その下部組織として本当だったらまあ高校中学ってなるんだけども、最初の頃は社会人の選手も中学生も高校生も小学生もみんな一緒くたんで練習をしてた。最初は人数が少ないから、だから考えてみると本当のプロのクラブチームのあり方が読売クラブにあったんだよね。そう考えたらすごいですね、読売クラブって。そうだからその読売クラブの所属してた選手やコーチたちがどん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 離れていっちゃったっていうのはちょっと残念なんだけども、今もしその組織がずっと続いてたとしたらそれはもうね世界に負けないようぐらいのクラブチームの、ね、すごいチームになってたわけですよね。なってたなっていうのはつくづく思います。あの当時でも読売クラブを知らない人っていなかったですよね。あそうだから多分大久保さんがその物心ついてサッカー始めた頃に読売クラブって聞いた頃はもうかなりその今でいう J2、 そうですね、うん、あの日本リーグ2部とか入ったあたりの頃が多分そうなんじゃないかな、はいはいはい、そうですね。だってこうちっちゃい時になんかやっぱりみんな着てたのが読売クラブの服、ああユニオンが、はい、着てましたから、あの頃さ、はい、大久保選手がさ我々と同じぐらいの年代だったら、はい、うちのクラブ入ってたよね絶対ね、絶対そういうタイプだよね、はい、でも絶対はそういうこういうみんな有名な人たちがいてこう輝くような人ばっかりがいたら僕はそこにこう入りたいなってタイプでしたね。またぴったりだったと思うね。そうですよね、もうぴったりだったと思う。だからまあそこのチームがあって、まあ今 J リーグができてその本当にワールドカップにも出場して開催もしてって、本当こうそこがあるからこそ、まあ、日本のサッカーが成長してきた、ね、ちょうどそのなんだろう日本のサッカーの成長とともに年齢的にもやっぱちょうど絡んでるんだよね。だ僕よりもうちょっと年上の人だとそこにこう絡めずに辞めてってしまう方々も先輩もいたんでね。だから、まあ、最高な時にだから僕の場合は本当にどんな形でもそこにプロのリーグにその関われてすごく良かったなっていうのは今でも感謝してる。その中で日本リーグにどんな選手がいたんですか。すごい選手いたんですか。もう超有名な知ってるようなセルジオ・エチゴ。うわ見たことない。でもなんかその辺でこうサッカーを教えてる時とかめちゃくちゃうまいじゃないですか。うまいうまい。もっと細かったからね。俺も写真持ってるんだけどさ、はい、あのちょうどマリーニョって、マリーニョなんか名前は聞いたことあるけど、ね、札幌大学でサッカー、はい、まあ、あのブラジルから日本へ来て札幌大学でサッカーを学んで、それから、
日産当時の今でいう横浜 F マリノスの前身のチームに入って活躍してた選手なんだけども、彼の結婚式の写真があって俺も参加しててラモスも参加してて、でジョージ・ヨナシロ、はいはいはい、あとはそのセルジョ、もうこんなもう細くてさもう今とは考えられない、もう俺は持ってるんだよね。え、今結構あのめちゃくちゃ言うじゃないですか、うん、めちゃくちゃこうあれはダメだとか、うん、え、選手のプレイヤー的にはどういう、いい選手だったね、あのそんな長くないの日本へ来て、あ、そうなんですか、長いことはやってないよね、藤田工業という、ね、あ、はい、だから今の湘南、はい、湘南ベルマーレの前身である藤田工業っていうチームに入ってきた。でガツガツ行くタイプですか。行かないから、ね、あ、行かない、もうこういう感じで感じの選手だったね。口はすごいですからね、うん、ガツガツ行きますからね。いやいや、もう本人に言っといてよ。いや言えないっすよ。でもほらもう大久保選手なんかが小さい頃からやっぱりすごく評価してる選手の一人だったから、いやもうね、嬉しいですよね、うん、だから本当にあとはだから、まあ、ジョージ・ヨナシロっていうね、はいはい、いや僕はもうジョージ・ヨナシロ選手を見た瞬間にちょうど14歳の時に僕が、14歳の時にブラジルから来た。へー、あので後から僕これ最近知るんだけど、沖縄がその日本に返還された前後なんだよね、ジョージが日本に来ての。で沖縄の移民の人だから余計になんかやっぱりそういう部分もあって、ちょうど読売クラブにブラジルの2世日系人の選手として読売クラブに入ってきた。で14歳の時で初めて会って素晴らしいブラジルの選手だって見た瞬間からもう憧れの的になるんだね。でプロフィール見たら俺と誕生日が一緒なんだ。あ、そうなんですか。でなんか運命感じたね。でなんか感じで何かありました。うん、いろいろ教わったりして、だから俺のサッカー感とかプレーとかすごく影響力のあった選手の一人だし。あれはなネルソン吉村、ネルソン吉村はどっちが上ですか。ジョージ吉村、ネルソンとね同じぐらいかな。同じぐらいですか。ネルソンも俺すごく仲良くて、まあ、あの大久保選手はいなかったけども、まあ、98年に僕セレッソの監督やった時、ね、まだネルソン元気で、はいはいはい、あのコーチでね、はい、やってたし、代表でも、その前の僕はだから代表選手として、86年のワールドカップの前に代表選手になったのは84年なんだけど、その時のコーチとしてネルソンも、はい、あの代表のコーチとしていたから、よくその頃から知っててね。すごい人だったんですね。いやいい選手でね、まあ、残念だよね、早くさ亡くなっちゃってね。いや結構ショックだったよね。本当早かったですよね。そうで一時期ねドーンと痩せたんだよ。そうですね。それで90年のねイタリアのワールドカップの期間中に、J リーグが始まる、まあ、準備期間として我々コーチ陣が各 J リーグになる前だから、日本リーグの各チームからコーチが募ってあの大会を見に行きながら勉強してた時にネルソンもいて俺もいて、その時に結構細くなってたんだよね。そう大丈夫なんて言ったら、いやいや大丈夫だよなんて言ってたんだけども、その時はまだ元気だったんだけどね。そうですね、うん、僕 もうスカウトされたのがネルソン吉村だから。あ、そうか。毎回国見高校の寮に来てたんですよ。で最初全然知らないですよね、ネルソン吉村とか。で寮をずっと回ってるんですよ、うんうんうん、だからえ、あんなおじいちゃんが一人で回ってるけど大丈夫って誰かに聞いて聞いたら、セレッソのスカウトでネルソン吉村。だからネルソン吉村って日本のそのサッカー史上多分初めてに等しいぐらいのブラジルの選手。ネルソン吉村と当時あの黒人の選手が一人いたんだよね。それにヤンマーというチームに入ってきたの。で鎌本さんなんかと一緒にプレーをしたのが、で僕はあの10代で16から日本リーグ出てるから、16歳でデビューしてるから、あの日本リーグ2部ね。すごいですね。だから当時じゃ本当に異例中の最年少、最年少だし、普通は学校のサッカー部からに入ってるから学校卒業しないとできないんだけど、俺の場合はクラブチームだから、あーそっか、読売クラブというところでデビューしたのが16だから、へー、だからまあ
本当にネルソンともやってるし、釜本さんともやってるし、あ、すごいですね。あとは杉山さんともやってるし、だから東京オリンピックの後のメキシコのオリンピックの、メダリストの選手なんかともやってるの。やってるのよ。俺が17ぐらいの時、16から17ぐらい。でもそんだけこう松木さんがうまかったからってことですか？うまかったのもある、まあ、うまかったっていうのもやっぱり若手でまだその発展途上のクラブチームだから、選手の層もまだまだそんなにない頃で、だからまあ一生懸命やってる選手だっていうんで、まあたまに試合に使われたりっていうのが。 どういうプレイヤーなんですか？俺はもうディフェンダーだから。ディフェンダー、まあ、あのあれだね、もう大久保選手に仕事をさせないという。あ、もう、あ、そっち系ですか？そっち系だね。そっち系ですか？嫌、うん、なディフェンスですね、うん、それでガンガン攻めるタイプのね。あ、行くんですか、うん、だから当時の読売クラブってのはもう本当に両サイドバックも今のサッカーと同じようにバンバン行ってたし、ゴール前にもう顔出して OK なやり方だったから面白かったね。そうなんですね、うん、だからその頃のネルソン吉村、はいはいはい、だから俺なんかも憧れて、ジョージ・ヨナシロっていう人がブラジルから来たら、はい、やっぱりブラジル人同士集まるじゃん、はい、そうすると俺会いに行ったりしてたんだね。そのネルソンはこういつもさ、こう髪の毛をこう、そういつも髪の毛をこうやってねやってるイメージがあったんだけど、だからもうネルソンがもう晩年だよね、そのスカウトになってる頃だから。そうなんですね。もう代表の選手としても活躍した。確かに本当に素晴らしい選手だったから。その当時 その日本代表っていうのはこうどんなものだったんですか？こう今とはまた違うじゃないですか。あのね、当時の日本代表っていうのはね、うん、やっぱりそのクラブチーム組織よりも社会人リーグの組織の方がやっぱり力があったから、うん、あ、はいはいはい、だから選手選考もやっぱり強いチームから選ばれるんだよ ね、 そうですね。だからヤンマーとか三菱とか日立とか、 あとは後発の古川とか、はいはい、こういったところから選ばれる選手が多かった。こ移籍とかできない、うん、その時はできないですよね。でも読売クラブがその当時の、まあ、2部リーグ、はい、日本リーグ2部に入った頃に、はい、移籍してくる選手はいたね、読売クラブに。ああ、そうなんですか。何人かね。へー。それだから三菱重工というチームから入ってきたりっていうのもね、はいはい、いたから。だからその辺からやっぱり変化とか進化が出てきたのかなって感じだね。ワールドカップも、まあ、あったんですけど、やっぱオリンピックの方がやっぱちょっと位置づけ的には上ですか？その当時はそうなんだろうな。そうですね。で特に、まあ、あのメキシコのオリンピックで日本が銅メダルを取ってからっていうのは、それ以降はやっぱりオリンピックがまず可能性として高かったと、いうのはワールドカップの出場国が当時のアジア枠っていうのは1チームぐらいだから。あ、そうなんですね。で僕らの頃が、だからドーハが94年のワールドカップでしょ、はい、アメリカ大会、そうですね、あ、まあ、ラモスとかみんなが、はい、その前の86年のメキシコのワールドカップの時に俺は代表としてそのチャレンジをしてた。だからその時の代表のメンバーの中に、まあ、前岡田監督なんかも同じメンバーでいて、はいはいはい、で 原、はい、あの原さん、うん、あのそう、はい、彼なんかはフォワードで一緒のチームのチームメイトだった。それが86年、だからその当時は決勝まで行ってんだけど、2位まで入ってんだけど、東アジアで1チーム、中東アジアで1チームの2チームしか出場できない頃だから、だから2位まで入っても、今だったらもう2位まで入ってたらもう行けるんだけど、僕らの頃はもう門が狭い。めちゃくちゃ厳しいじゃないですか。で94年のドーハの悲劇っていうのも実は同じ2チームぐらいしか出場できてできないから、まだその時もそうだったね。それで3位でいけなかった。で98年のフランス大会で日本が初めていけた時にはもう 3.5 チームという枠に広がって、日本はコースをした。そうなんです。あ、そういうことがあったんだ。そうだから、そこからずっと 3.5 から 4.5 チームになってるから、もうそこからずっと日本はアジアの中では、まあ、4番目には入れるだろうっていうんで、ここまで今回の大会含めて7大会連続で出場してる。ほんなん昔のは価値ありましたね。なんかいや大変だったと思う。だからそういう歴史の中で日本代表はワールドカップに出場できる可能性が高くなったのがやっ
ぱり枠のところって大きいんだよな。大きいですね。どこが強かったんですか。韓国、日本、サウジアラビア、イラン、この4チームが可能性として、今だからオーストラリアも入ってくるから、まあなかなか厳しいね戦い方になってきたけど、でも今回オーストラリアは本当にね、その3位でありながらプレーオフでもう南米のウルグアイをやっつけて勝ち上がってきたから、やっぱりそれは実力のあるっていうのがあるよね。いやーこれ知らなかったでしょ。全然知らないです。だからそういうね歴史があるんだな。うん、いやーちょっとね昔を思い出して一杯飲んじゃうかな。でも聞くことがないんで、その聞く人ってそうだよね、いないから初めて聞きました。そうだから僕らはそのワールドカップに出場したくてもできなかった。まあ皆さんがご存知なのはドーハの悲劇の時もそうなんだけど、うん、実は3チームになってたら我々は行ってた。行ってた。だ86年も行ってた。メキシコの時もね。確かに。それは知らないですよ。だからそれは日本のそのサッカー市場もそうだし、アジアの世界に対してアジアに対する評価ももちろん上がってきたからこそ、その枠も広がったっていうところもあるんだよね。確かに。いや面白い。